の国は木の葉隠れの里。そこに里の長穂影になることを夢見る少年渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をした走る。しかし人界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織がキュービを含む9体の美獣を回収せんがため、人界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。再び放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻ナルトはただまっすぐ新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、この世界もはや意味はない。始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、人界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。局面を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も、名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。この戦争を終わらせる。宇宙惑星の戦士剣。
だまだ。このさっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、やつの神で消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。